それにしてもね、まあ、4月はま本当なんか選挙がまあたくさんあって、ですねまあ、追い切れないぐらい、ね、あるんですけども、まあ、僕はやっぱ気になったのが、その大阪でですねまあ、4月10日、えー、告示されて、4月17日投開票というね、もうあと6日。 ですよね、もう1週間切ってる、えー、ですね、まあ、豊中市の豊中市長選と豊中市議補選っていうのがあるんですけども、まあ、そこの動きがね、まあ、ちょっと気になったかなっていうのは、えー、思って、まあ、これがま何がどうっていう話ではないんですけども、その豊中市長選に今んところ、えー、出馬表明されてるのがですね、まあ、現職の長いさんという方だけなんですよね。でなんかあのー まあ維新のね、なんか維新の動向が気になる人っていうのは、なんで豊中市長選っていうか、豊中市長選の維新の候補は誰かなって気になってるっていうのはあると思うんですよね、でも僕も気になってて、えー、維新は出さへんのかね、あの出すのか出さへんのか、ようわからへんなと、まあ、今のその現職の幼いさんを維新が、えー、支持してるかっていうと、あのそうでもないようだっていうのがですね、あの、 えー、今の維新の豊中市議の方、えー、2当選されたね、まあ、上位当選された方がツイッターで、えー、現職の市長がですね、こう、毎年退職金を受け取るのはどうなんだということを、まあ、維新の広報、 医師のビラですね。豊中市議会議員団として出したビラをですね、こうツイッターに動画としてアップして、市長退職金2484万円受け取るのかというとこを、まあ、ドアップにしてですね、映してるんですよね。で、この人は出んのかな っていうのも思ったんですけども、今のところそういう動きも、えー、ないというのが、僕はすごくあの気になっ,なったんですよね。決してその現職の幼、えー、い師匠をです、ねまあ、維新は認めてるわけでもなさそうだと、えー、なのに、まあ、維新が候補を立てないっていうのはどういうことなのかなっていうのがすごく気になりましたね。豊豊中市っていうのは豊中市市っってていいううののののはは議会維維新新、えー、候補あ維新の市議 市議っていうのが、ですね、まあ、ざっと見たら、5、6、7人ぐらいいてるんですかね、7人いてるんですよね、でえー、定数34分の7ですから、まあ、5分の1強を占めてると、えー、言っていいんじゃないのかなっていうのはあの思うんですけども、まあ、なのに出さないっていうのはすごく気になりましたね。なななんでなんでかなと でまああの豊中市議補選というのも同時に行われるんですけども、こちらはですね維新え、あと共産で、あと立憲民主党のこの3人が一応今のところ予定候補というかね出馬えするということが、まあのあのなんとか政治サイトに載ってるんですけども、まあ他にもね、あと自民、 自民系の方っていうのが出るのかどうかっていうのは分かんないですけども、まあ、そこを維新の,あのもう一人の、ね、女性の市議の方が、えー、ちょっと牽制してるような投稿っていうのはあったかなみたいなねあの、自民系を意識してるのかどうかは知りませんけども、まあ、無所属の、えー、方で当選して、あの他の党に行く人がいるみたいなことを書いてて、これ、誰のこと言ってるのかなっていうのは、ちょっと気になったんですけども、まあ、ただ、市議補選。 豊中市議補選はですね、まあ、今のところ一心共産立民が え、出そうなんですけども、市長選の動きっていうのはですね、今のところ現職の、まあ、長いさんだけしかですね、出馬表明されてないっていうのが、なんかすごく、えー、気になりましたね。これ、何なのかなと、この間ね、兵庫県の西宮市長選で、まあ、維新が市長選と、あと市議補選でもですね、全部負けたっていうのはありましたけども、 まあ、あれをひょっとして引きずってんのかなみたいなもちらっと思ったんですが、まあ、それは分かりませんと。うん、ただ、あの、17日告示される、 大阪の仙南市っていうところ南の方ですよね、えー。仙南市ではですね、まあ、現職の方が今期で引退、現職で今の市長の方が今期で引退されるということで、まあ、そこには維新の、えー、元市議の方が立候補されるっていうのはなんかニュースで、えー、流れてたんですよね。まあ、それだけになんで豊中市長選にまあ、維新が候補出さないのかなっていうのがまあ、余計気になると。でこの豊中市ではですね、これ衆院選では大阪 区で、まあ、去年、えー、衆院選ありましたけども、そこでも10万票ぐらい、えーもと、圧倒的に取ってるんですよね、維新がね。うん、だからこう、えー、維新が10万票取って、あと自民が5万3877票、んで立憲民主が3万8458票ということで、まあ、圧倒的に維新がですね、まあ、得票率も53.2%ていうね。まあ 圧倒的に票とっていうのになんでここで豊中市で票を出さ、あの、候補を出さないのかなっていうのがすごくあの気になりますね。う まあ、ななのかね。まあ、それはもう、あの、なんで、石にしとったら、石にしてみればね、まあ、ほっといてくれやって話かもしれませんけども、いや、でも、なんか、西宮市汚で建ててね、ね豊中市では建てないのっていうのが、すごく、なんでなんかなっていうね。うん、その辺なんか、あのー、今後ね、まあ、ひょっとしたら、この、 なんていうんですかこの10日までまだまだね日にちありますから、まあ、直前に誰かが出るっていう、維新から誰かが出るっていうのもあるかもしれませんけどもね、だそうなったらそうなって、僕は市長選としてね盛り上がるんじゃないのかなと思うんで、うん、でもな,なんでなんかなっていうのは。 まあ思いましたけどもね。うん、まあ維新もね、まあ西宮商選のあの影響かなんか知りませんけども、まあ昨日の読売新聞のですね、この、えー、世論調査ではですね、政党支持率が、ね、前回7%だったのが5%っていうね、まあ2ポイント下がってると。でこれはまあ立憲民主党の5%と並んでるっていうねで。立憲民主は落ちてないんですよね、読売の世論調査だけだとね。 えー、5ポイントから5ポイントで、まあ、立憲民主党も、ねまあ、これ、自慢はできないですけども、ただ、維新だけがなんかさ下がってるかなっていうのね、あのー、2ポイント下がってるのはなんなのかなっていうのを見ると、まあね、まあ、維新も、まあ、今多摩、ね、東京では玉城戦、えー、やってますけども、まあ、ここの勝敗っていうのも、です、ねまあ、あの10日にはあの出ると。 今のところ、まあ、あの、玉市長選ではですね、まあ、現職、えー、をですね、まあ、あの、いろんな、えー、何ですかね、まあ、言たら、あの、リベラル系と言って、革新系というかですね、まあ、共産党がなんか、自主的に支援してるんですかね。えー、あと、他、の、保坂信と、えー、区長とかですね、杉並区長だったと思うんですけども、他いろんな方が、えー、応援に来たっていうね、出陣式にあってですね、 まあ今もなんかその自民、公明の動きっていうのは表であった動きがないと、ね、自民系は候補です、ねまああの結局おろ降りたんですよね、あのそれも情勢が良、えー、くないから出るのはどうかみたいな声があったからみたいな報道があったんですけども、まあ、それで自民系の方は出ないということで、まあ、その、えー、自民の動きっていうのも、ですね、まあ、意思に乗っかるかというと、 のそういうなんか目立った動きっていうのはないのかなというのはなんか思われると。うーん まあ実際の票というのはどうなるかわかりませんけども、えー、まあ本当ね、まあ、今あの、この間は京都府議補選もね今やってるということであの話しましたけども、まあ、ここ京都府議補選もね、えー、自民、共産、えー、維新、立民でしたっけ、えーのまあここも激しい争いがあって、ですね、まあ、ここも注目だと思うんですけども、まあ、維新なんかはね、やっぱりその、 まあ何があれ,あれなんかよう分かりませんけども、まあ、あの、でも、医師の松井代表がですね、核共有だとかって言ってみたり、まあ、ちょっとやっぱその、えー、ロシアとね、あの、ロシアのウクライナ侵攻、えー、まあ、戦争の、まあ、あの、何て言うんですか、もうその、 えー、県で、まあ、ちょっと評価を落としてるとこがあるのかな、みたいなね、核共有だ、言うてみたり、あと鈴木宗男さんがね、まあ、ちょっとあの、ロシア、えー、新ロシア的な発言をしたみ、たりとかして、まあ、そいうのもあるのかなと思うんですけども、まあ、ただでも、豊中市長選はね、まあ、それでも大阪というのは維新強いですから、維新が出したらですね、まあ、前回も接戦だったんでね、前回も6000秒、 だったんですおさだ、ねうん、からそれだけになんで立てへんのかなっていうのはなんかすごくあの気になりましたけども、えーまあ、直前にねひょっとしたら維新が やっぱり出すっていうのかもしれませんし、もうそれは分からへんなと、まあ、あとツイッターで見たのは、なんかあの掲示板がですね、ポスターの、あの、市長選市議補全のポスター掲示板っていうのが、なぜかなんか柱だけしか立ってないみたいな、なんかそういう投稿もね、あの見かけましたけども、えー、豊中市もひょっとしたらあの、なんか迷ってんのかなみたいなね、市長選に。 誰が出るのかどうかみたいなね、そこもちょっと気になりましたけども、まあ4月10日の動きって、まだね、日にちありますから、え何があるかわからないので、まあ、ちょっと注意して見ときたいかなと思いました、ね、チャンネル登録よろしくね。